はい、こんばんは。今日はですね、梅田の、モンテフィフティっていう、モンテ50なんかモンテフィフティなんかわかんないんですけど、ゲームセンターですよね。今時珍しいみたいなね。で、まあ、結構まだ若干残ってるんかもしれないんですけど、これ場所はですね、梅田のドンキの裏手、にあるんですよね。今、エレベーターに乗り込んで、で、3階、4階にありますよね、このビルのですね。で、今乗り込んでます。で、モンテフィフティゲームセンターですよね。まあ、今時ちょっと珍しいみたいな感じで、やっぱしね、家庭用ゲーム機とかスマホが普及したことによってやって言われてるんですけど、なんて言うんですか、もう言ったら外出て、わざわざゲームセンターに行く必要もないかなみたいな形で、まあ、家でできるん で今鉄拳7が映ってるんですけど、これもまあ多分すぐ家庭用ゲーム機に移植されるんで、まあ言うたら、ね、別にわざわざ外でお金払ってやるより家でやった方がコスパがいいみたいな感じなんでしょうけど、ただ今日来て、まあまあ店内とかね、撮影最近はなんかしたらダメなとことか、こうね、いっぱいあるんで、まああんまりその映してないんですけど、ちょっとその、この時間帯、夜の9時頃なんですけど、ちょっと人が少なかったみたいなことで、まあやっぱね、不景気の影響もあるんかな、みたいなことで、ちょっと、で、今日はね、今映ってる鉄拳7ですよね。まあちょっとね、プレイしていこうかな、みたいなことで、今プロモーションビデオみたいなのがまあ流れてますね。これから僕が座って、で、これね、全機種、1回プレイ50円なんですね。なんで、多分ね、今日来た時は、店員さんとかもいなかったんで、まあ、かなりね、無人化っていうか、まあ、一応監視カメラとかつけてるんですかね。うん、まあ、今座って僕が映ってます。で、まあ普段はね、まあちょっとね、結構ね、僕ね、いろいろ系みたいな感じなんで、なんかその陰謀論とか、社会批評とか、まあそういうのもね、カラオケで歌ったりとかっていうのをやってるんですけど、今日はですね、梅田のね、モンテフィフティに来てます。で、まあこれね、いろんなものをチョイスして、ネットワーク対戦か、店内対戦かみたいなね、ネットワークやったら全国からね、猛者が来るんで、50円入れてもすぐ、ね、ゲームが終わっちゃうみたいなことになるんで、まぁ、ちょっとね、じゃ僕はちょっと店内で、ね、やった方が、ちょっとね、50円で長いことね、プレイを楽しめるみたいな形で、まぁ、ちょっとやってますね。今も、始まってまして、まぁ、僕の顔だけが映ってるんですけど、もうすぐね、なんていうんですか、今言ったゲーム画面、に移っていこうかなみたいな、腹出てきた。これカズヤです。カズヤ、あ、そうですね。カズヤキャラクター、メインキャラクターですかね。となんかそのなんか狐のキャラクターですね。僕も結構ね、鉄拳もね、キャラクターを増えてきて、ちょっとね、名前は覚えきれてないっていうね。マーシャルローとかカズヤとか、三島のおじいさんとか。はい、なんかその中国系のキャラクターもあるってるんですね、女の子のね。はい、ゲームをプレイしてます。ダウン2、かかと落としてね、なんていうんですか、回転キックが好きなんですよね。回転キックが決まった時のこの、なんていうんですか、決まった感みたいなね、のがすごく好きで。はい、調査しました。はい、ではこれが平八三島ね、おじいさんですね。
はい、ランスパイプですね。で、まあ一応、手のアングルみたいなことで、まあちょっとね、映してます。でも最近は本当にね、ゲームセンターが少なくなっちゃって、そうですよね。まあ、どんどん閉めて、まあ、ここ、大阪ではね、他僕、吹田に住んでるんですけど、近辺ではないですよね。まあ、梅田でもまあ、結構珍しいかな、みたいなことで、このゲームプレイ、三島のおじいさんと戦ってます、大阪のおじいさんと。ひたすらローキック、かかと落とし、うわ、やられる。ダウンツー。回転キックが防がれますね。ローキック、かかと落とし、かかと落とし。まあ負けちゃいましたね。まあ今日はね、まあこれで終わりっていうか、実はこの後ちょっとトラブルがあって、ゲーム機がね、ダウンしちゃったんですよね。なんで今日はここでまあ終わっていこうと思うんですけど、まあそうですね。まあまあ、ちょっともうちょっと打つこうと思ったんですけど、モンテ50ですね。梅田にありますんで、また皆さんも遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では、さよなら。